おはようございます、こんにちは、こんばんは、豆腐です。ってことで今日も元気にサカツクやっていきたいと思います。よろしくお願いします。さて本日ね、もう本当にねすごいガチャ来ましたね。これで追撃なのっていう感じのオランダ最強追撃ガチャでございます。スーパースターフェスレジェンズということでですね、シン・クーマン、ファンデルサール、そして現役選手からドニー・ファンデベーグの3名が登場してます。今回のガチャね、もう本当にね一言で言うとマジでやばい、マジでやばいんで、いかにやばいかをね、まずガチャ自体を語ってから選手の話していきたいと思います。まずガチャの話なんですけど、今回ですね3人です。星5選手3人ね、クーマン、ファンデベーグ、ファンデルサールです。で提供割合は1人 2% の合計 6% です。いやいや 6% ガチャかいと思ったそこのあなた、ご安心ください。なんで 6% ガチャがやばいのっていうと、なんで今までね私が 6% ガチャは本当に厳しいよって言ってきたかっていうと、これは 6% という確率が厳しいのではなく、 6% のガチャって1人当たりの当たりの確率が 0.666 とかなんですよね。今回に関しては 2% が3人で 6% なんですよ。クライフのガチャの方とか見ていただいたら分かるんですけど、クライフの方もね確率は 6% なんですよ。ただラインナップの星5が多すぎるせいで 0.666% なんですよね。これどういう違いがあるのっていうと、結果的に 6% で星5出てくることは変わりないんですが、欲しい選手がマジで出ないんですよね。今回の追撃ガチャとこのクライフガチャ、まあ、あのクーマンガチャとクライフガチャって仮に呼びますけど、星5選手で欲しい選手が出る確率3倍です。星5選手の確率は変わりませんよ。でも例えばクライフを狙いたい確率、クーマンを狙いたい確率、クーマン 2% で出てきます。クライフ 0.666 です。この差が辛いんですよね。なんで 6% ガチャは辛いって言ってたんです。で今回のガチャは同じ 6% ガチャではあるんですが、1人当たりの確率が 2% ということで、もう全く別物のガチャだと思ってください。でもう一個今回のガチャの強いところは、ハズレがいません。クーマン、ファンデベーグ、ファンデルサール、誰が来ても現環境そのポジションにおいて最強クラスです。誰引いても後悔ないですし、あの乗り換えることにね問題がないぐらい強い選手たちになります。でハズレがいないこと何がいいの、でもそれハズレいても 8% の方がいいんじゃないのって思う方いるかもしれないんですけど、ハズレいてもですね 8% だと、今ここのステップの内容に特別獲得枠っていうのがあるんですけど、まあ、20% とか 30%、40%、50% で星5出てくるよとかね、最後の10連の最後の1回の確率高くなってるよとか、まあ、ステップ10でね星51人確定だよ、この特別獲得枠やこの確定枠で外れが出ない、これがいいんですよね。例えば 8% で1人外れがいてね、それぞれ 2% で4人で1人外れですと、で合計 8% ですって場合は、確率的にはね結構高いかもしれないんですけど、まあ、2% 高いかもしれないんですけど、その 2% 分でどうせ外れ選手なんですよね。まあ、外れでも星5が出ることの方が嬉しいことはもちろん嬉しいんですが、特別獲得枠で4人のうちの1人が外れだと 25% 特別獲得枠無駄になっちゃうんですよ。外れを引けちゃう。今回それがないんですよね。だから特別獲得枠で星5が出てこさえすれば当たりだというのが今回のガチャでやばいところです。そうしたらですね、もう一個やばいところ、全員環境で最強クラスっていうね、まず1人目ファンデルサール見ていきましょう。なんでファンデルサール1人目なのっていうと、今回の中では1番のハズレだからです。いやいや、このクオリティで1番のハズレだからハズレかよっていうレベルなんですよね。マジで強いですファンデルサール。なんでもう全員当たりです、全員当たりですか。あえて言うなら個人的にはね、個人的にはファンデルサールがまあ一番のまあまあ引かなくてもいいとこかなと思うので見ていきます。まずゴールキーパーマスターですね。ゴールキーパー能力ダイアップ、そしてフィールドキーパーパスセービングダイアップ、セービング&フィードということで、セービングスキル、ロングパススキル発動率ダイアップです。まあまあ特徴だけ見ても十分強いよね。で総合値も 12,300 ということで、ゴールキーパーの中では最高クラスの総合値です。でファンデルサールハズレと言ったんですけど、今回の中であえて言うならですよ、全員当たりなんですけど、まあ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 一番はファンデルサールじゃないよねっていうところでいくんですが、もうねそれでもなお強い。エレガントセーブ、スタミナ中回復、セービングメンタル超特大アップ、相手フォワード選手全員のシュート大ダウンです。これ貫突するとスタミナ中回復はまあまあ普通なんですけど、セービングメンタル極大アップ、極大ね、かつ相手フォワード全員のシュートが特大ダウンです。もう自身のセービングとメンタル極大上げて止めに行くし、相手フォワードのシュート特大ダウンして
外れさせに行くし、かつスタミナも回復するしっていうね。あのこのファンデルサールのいいとこは、こいついればジョーカーゴールキーパーいらないよねっていう。もちろんね、ジョーカーのゴールキーパーいれば使った方がいいんですけど、あのなかなかね、無課金美課金でゴールキーパーのジョーカーにまで手回せないよって方いると思うんですよね。そんな時にね、 2% でこんな、いやいや僕1試合通してフルに戦いますよと、かつあの相手のシュート全員、相手のフォワード選手全員のシュートダイダウンさせますよっていう化け物が 2% でポロッと出てくるわけですよ。これがやばい。かつモルテンフィードだね。これね、自身のスタミナ極小回復はちょっと微妙ですけど、相手フォワード選手全員のスタミナショーダウンは十分使えます。でデフォルトでこのモルテンフィードの発動率も上がっているので、もう強いと言わざるを得ないよね。唯一の欠点、今回じゃあなんでここまで強いのにファンデルサールが一番微妙枠なのっていうと、セービングしか能力上がってないんですよ。もちろんね、メンタルパスが上がってるのも悪くないんですけど、せめてねハイボールか飛び出し、どっちかはちょっとだけ能力アップ欲しかったかなと思いますね。まあ総合値見てもね、セービングに関してはもう圧巻と言わざるを得ない、6000超えてますからね。ただハイボール飛び出しに関しては1800、1600と、まあまあ低すぎるってことはないけど、めちゃくちゃ高くはないよねっていうところが唯一ファンデルサール欠点かな。ただ多くのシーンでゴールが決められるときって、基本的にはね、普通のロングシュートとか普通のシュートで決められるので、まあ、ハイボールがねそこまでなくても、まあ、コーナーからボンボコ決められるとかってあんまないし、コーナーでゴールキーパー飛び出してがっつりセービングとかもそんなないじゃないので、まあ、十分、まあ、一番欲しいとこはあるかなという気はしております。失礼しました。さあそしたらお次ファンデベーグ見ていきましょう。一言で言うと、パス特化のジョーカーです。ジョーカーパス超ですね。オフェンス能力含め全能力特大アッププラスパス大アップ、あとはディフェンス能力大アップとパス特大アップの後方の指揮官、この後方の指揮官 DMF より下が持っていたら最強クラスの特徴なんですけど、ファンデベーグに関しては守備が全くできないので、この能力アップのところでね、まあ、ちょっとこのねディフェンス能力大アップは大きく期待できるわけではないかな。ジョーカーで大アップしていたとしてもね、まあまあないよりはマシっていうぐらいかな。ただそれを補ってあまりあるだけパス能力が高いので、彼にねボール側だったら本当にいいパス出してくれます、絶対ね。まあただパスってそんなに大きく影響ないんじゃないの、パスってそんな頼りないよねって思う方いると思うんですけど、ご安心ください。シュート AA ドリブル BB にジョーカーで特大アップがかかります、大丈夫です。あのね、まあ、パス超でパス大アップとか後方の指揮官でパス特大アップなんで、いやパス特化じゃんって思うかもしれないんですけど、まあ、そもそもジョーカーでね能力特大アップで AA のシュートと BB のドリブルにも特大アップかかるので十分以上に強いです、もう強い。でショートパススキル、ロングパススキル、発送率大アップ、ビードダウンパス、エラプトフィードですね。特にねあの OMF のジョーカーサイドアタックって現状ねファンデベーグがファーストピックになってくるので、もうねこれ取ったらねしばらくサイドアタック困んないかな。まあ、インサイドハーフのプレースタイルなのでアタッカーとかよりはね攻撃性能低いかなと思いますが、パス AA、 シュート AA、 ドリブル BB にジョーカーがかかるってだけでもういかに強いかね、もう語らなくても分かるんじゃないかなと思います。さあそうしたらもう一言で言える化け物クーマンいきましょう。来ました、12900、12800の大台を打ち破り、ついに12900で特徴4つです。唯一の欠点はプレースタイルスイーパーね、スイーパーの縛りがあるので、まあ、センターバック2枚でね、例えば4バックでレフトサイドバック、ライトサイドバック、両センターバックでセンターバックの縛りがもう確定である場合、ディフェンスリーダーとカバーリングだよとかハードマーカーだよみたいな場合に使えない、最も使われる数が少ないスイーパーっていうのが唯一の欠点ですね。ただこの特徴4つが化け物、まずオランヤの事象です。これはミッドフィルダーとフォワードのシュートパスダイアップですね。今までフォワードの能力ダイアップとか、あとは、まあ、チーム全体のね、例えばマークダイアップ、チューアップとかってあったんですけど、ミッドフィルダーとフォワードのみのキャプテン特徴は初ですね。ただ上昇する値がシュートパスのみになっててドリブル上がらないので、逆に言ってしまえばシュートパスドリブル、フォワードのシュートパスドリブルをダイアップさせられたモドリッチとかと比べて、このキャプテン特徴がズバ抜けて優れているかっていうと全然そこはそうではないです。キャプテン特徴うまいバランスだと思います。
フォワードとミドフィルダーの能力上がるけど、まあドリブルは上げないよ、シュートとパスの2つだけだよ。ただクーマンの強いところそこじゃないんですよ。まずトータルマスター、オフェンス能力、ディフェンス能力、ダイアップ。ディフェンス能力ダイアップはいいですが、オフェンス能力ダイアップはまあまあですよね。ここです、5つのハイタックル超、スタミナ尽きずかつタックルダイアップ、もうバケモン。ここですね、例えばね、特徴が3つでキャプテン特徴とこれだけでも十分強いんですよ、十分強い。ただトータルマスターもあるんですよね、4つだから特徴。キャプテン特徴とトータルマスターだけとか、キャプテン特徴と5つのハイタックル超だけとかだったら、まあそれでも強いねって感じだったんですけど、トータルマスターと5つのハイタックル超ありつつキャプテン特徴があるというところで、サイドアタックじゃなくても常に最強クラスで君臨できるクーマン、もうやばいですね。もうそもそもセンターバックでこれ持ってるだけでやばいのに、タックル超、5つのハイだけでもやばいのに、タックルダイアップもあるわけですから、もう最強クラスで、主将の右足でプレスキック、フリーキックも蹴れます。スキルもね、もう最強クラスですね。ストラグルタックル、絶対ドリブル通さないマン、そしてクォッシュパスカット、まあ、これはね普通のパスカットですね。スタミナ極小ダウンなんで正直あってもなくても変わんないです。ただね、ストラグルタックラーってこの4つの特徴で、能力もね、タックル SAB、 パスカット SA、 マーク BB、 もう最高だね。もうあのクーマンに関しては、ファンデルサール、ファンデベーグに関してはね、ファンデルサールはセービングしか上がんないよとか、ファンデベーグはドリブルシュートじゃなくてパス特化だよとか、ちょっとねイチャモンつけようと思えたらつけれたんですけど、クーマンに関してはもう文句のつけどころがない、最強と言わざるを得ない、もうどっから見ても現状最高のセンターバック、そんな選手が 2% で出てきます、このガチャやばいね。ってことでですね、今回こちらオランダガチャ解説させていただきました。もう本当にいいガチャですので、ぜひぜひね、引きたい方引いていただけたらと思います。おそらくね、このクーマンに関してはスイーパーでも、あのセンターバックのね制限でスイーパーが使えないよっていう、もうそれもほとんどないと思います。基本的にはね、2枚センターバックにプレッサー固定入るってなかなかないので、だそれ以外に関しては間違いなくね、あのこっから先1年2年使い続けられる、そんな性能です。ぜひ取っていただけたらと思います。ということで、今回のね激ヤバオランダガチャ解説、こんな感じにさせていただけたらと思います。ここまでご視聴ありがとうございました。皆様の良きゲームライフに乗ってます、トークでした。バイバイ。ここまでご視聴ありがとうございました。チャンネル登録を済みでない方は、グッドボタンを押してないよって方はね、ぜひぜひやっていただけると私の励みになりますので、お願いいたします。もしよろしかったら次の動画もね見てってください。それでは皆様の良きゲームライフを祈っております。豆腐でした。バイバイ。